田所ファントム情報。知らないですよ、もう。田所ファントムはモノマネが非常に上手です。特に、22世紀の猫型ロボットのモノマネは最高です。そっちなんだ。もう、ここにはいられないんだっていうセリフのモノマネが一番好きです。なるほど。ごめんなさい、これちょっとよくわかんないんですけど、ご存知ですか？ご存知はそうですね。ご存知ですか、このファントム。はい、よく見かけますね。よく見かけますか。よくお世話になってます。あ、よくお世話になってますか。はい、あ、そうなんですね。はい、ラジオ番組などでよくお世話になってます。あ、よくお世話になってるんですね。はい、ああ、そうですか。なんかどういう、こう、猫型ロボットのモノマネなのか、ちょっとね、わ、はい、かんないんですけど、できます？あ、じゃあちょっと田所ファントムに、じゃあ。あ、ちょっと聞いてみます。あ、わかりました。はい。じゃあ一つよろしくお願いします。もうここにはいられないんだ。ああ、なるほど、そっちね。はい。ああ。あの、今のね、あの。新作ですね。そうです、そうです、そうですよ。もうでも十数年経ってますけどね。確かに。言っても。そうか、もう十数年経ってんのか。そうですよ。テレビアニメ、無再現のファントムワールド、ウェブラジオ。サンティーサンティミスキーピー第18回テレビアニメ、無再現のファントムワールド。一条春彦役、下野探偵事務所所長の下野ひろです。エリ役、秘書の田所あずさです。この番組は、下野所長と私秘書田所がファントムを調査する探偵事務所を設立、テレビアニメ無再現のファントムワールドの見どころ、面白さを伝えつつ、ファントムワールドの DVD、ブルーレイの発売を応援するリスナー参加型ラジオ番組です。なんか、ちょっと待ってなんかだんだん使っちゃいけないトーンになってきてんじゃねえかよ喉に対する負担がすごいんですけど。喉に対する負担と、はい、あともう完全に丸くて青い何かだったじゃないか今。私が、うん、すいません。ほらすげえよ得意なんです。そうだよね。いや めっちゃ似てる。いや本当に。しかもスタートからどん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 性能が上がっていくというか、調理されていくと。下野さん、下野さん違うよ、僕は下野さんじゃないよ。その名前は使っちゃダメ。下野さんねえねえ下野さん下野さん聞いてください。なんでなんで君それもダメじゃないか系列同じ系列じゃないか曲がなんと、うん、メールが1000通超えました。おおいダメだそれ一番言っちゃいけないやつ、はい、すごいね。得意なんです。いや本当に。テレビアニメ無再現のファントムワールドウェブラジオ、探偵ファントムスクープ祝第20回というか20回にして初めてゲストがやってきたぞ。テレビアニメ無再現のファントムワールド、一条春彦役、下野探偵事務所所長の下野ひろです。ほーい、ゆり役、秘書の田所あずさです。この番組は下野所長と私秘書田所がファントムを調査する探偵事務所を設立、テレビアニメ無再現のファントムワールドの見どころ、面白さを伝えしつつ、ファントムワールドの DVD ブルーレイの発売を応援するリスナー参加型ラジオ番組です。これ田所くんのそういうなんていうのかな、もうやるときにはやる精神って大切だと思うわ。本当ですか？本当に思う。ここぞとばかり。いやもう大切だと思うよ。時には人に怒られることもしていこう。ダメですか？このラジオもういいんだよ、もう本当に。いいですよね。そうだよ、もう時にはいいんだよ、そういう時だって。はしゃぎ回ります。ごめんなさいって言えばいいんだから。みたいな状態でしたね。漫画見ながらさ、そのセリフをちょっと声出して読んでみるとかって言うじゃない？あ、なんかそういうことは。うん、よりは、なんか、モノマネしてました。モノマネ？何のモノマネ？クレヨンしんちゃんとか、うん、ドラえもんとか。なるほど。国民的アニメを2つ出てきましたけども、そうですね、これは、まあ一応言うてもだから、聞かせていただいてよろしいですか？わかりました。どっち、得意な方でいいですよ。じゃあ、しんちゃん。しんちゃんの方でね。はい。じゃあ、お願いします。ねねお姉さん、ピーマン好き？納豆にはネギ入れる方？俺たち気が合うかも。これは可愛い。これは可愛いです。ねえ。練習してたんや。じゃあもう2年くらい練習。2年間も練習しましたか、はい、これオーディションでもやりました。あ、オーディションでやりました。はい、よかったね。クレヨンしんちゃん様々ですよ、じゃあね。ほんとそうです。ねえ、クレヨンしんちゃんのおかげでよかったみたいなもんですね。そうなんです。
なんでこんなことやらなきゃいけないんだ。ドラえもん。タラララッタラ。なんでこんなことしなきゃいけないの。やってやって。なんでこんなことしなきゃいけないんだ。はい、テストに集中してください。そう、はい、でもあのコラーズと一緒にガールズニュースやるときは、はい、もうなんか楽屋がすごい楽しくてなんかあの楽屋からクレヨンしんちゃんのモノマネとかドラえもんのモノマネとかめっちゃ響いてて異様に声が通ってしまう。そうそうそう、モノマネするときだけ。そう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 、そうなんですよ。楽しかった。ニニュニッセねねお姉さん。あ、全然違う。でもゆっちゃんさんもなんか私の芸を盗み出すんですよ。盗んでない、盗んでない。キューヒュー。お立ち悪い先輩。どんどん撮ってるからドラえもんも撮られてしまいましたし。もうここにはいられないと思う。だちょっと似てるんですよ。まだどんどん上達していくんですよ。1ヶ月ごとに会うごとに伸びた、やれ。誰ドラえもんが言わなそうなこと ET かと思いました。伸びたドラえもん ET。 でもドラえもんつながりでいくと、うん、伸びたできます。お、じゃあコラーズの伸びたまで321どうぞ。ドラえもん、のび太くん。答えた。ドラえもんいた。ドラえもんいた。え、でも似てる似てる。あ、本当ですか。うん、新しい方ののび太くんでしょ。そうです。あ、ちょっと今ミスりました。お、本当に本当の実力はこんなもんじゃないでも今試作段階なんで。知らんわ。厳しい、厳しい。はい、サンタさんへ。お、私は5歳のアミ。あ、な、なに5歳のアミ。アミちゃん、サンタさんお願い。やべ、ドラマになってきちゃった。お気に入りのおもちゃが壊れたから直して。そのおもちゃは刺されている鍵を抜いて何秒後かに上についている風船が爆破するんだよ。二人で遊ぶゲームでこの爆弾をパスしていって自分のところで爆発したら負け。相手にパスするときには決められたお題に答えなくちゃ。爆弾を渡せないルールがあるんだ。最近調子が悪いみたいだから動作の確認をお願いだったな。動作の確認をするときのお題は山手線の駅名にしてね。よろしく。これ絶対テロップ入れてもらわないと何喋ってるか分かんない。答える。分かりました。ではやってみましょう。風船爆弾の山手線ゲーム。スタート。ピッ。新宿。秋葉原。自信あるのは、うん、ぼーちゃん。私も。え、初めて出会いました。え、私ひまわりもできる。ひまわりも。え、ひまわりやってくださいよ。そっくり。痛いの痛いの。あいてててて。ぼーちゃんやろ、ぼーちゃん。ふし
思議な形の石の詰め合わせ。めっちゃ似てる。やってください。もうダメだ。アジいきます。はい、ボあれも似てる。でもこんなちゃんと日本語喋ってるボーちゃんの真似してる人初めて見たよ。なかなか喋らないって今のなんか今 の, あのドラえもんっぽかったから。チーズインハンバーグ。絶対隣の人に迷惑かかる音量ですよ。本当だね。シー夜だから。寝る前だから。寝れない寝れない寝れないですよ。寝る前にチーズインハンバーグって叫ぶとか。なんかどうしたの。心配されちゃうよ本当に。あー、おかしい。だってあれでしょ、あのモノマネとかも家でやってんでしょ。レシピ言ってます。もうテレビだと思ってもらえればもうそれは。それにしても音量でかすぎるでしょ。すごい遠くまで届きますから。チーズインハンバーグ。おかしい。逆になんかコロワーズの隣に住みたいなって思った。うるさいですよ。相当だもん。そしたら壁ドンするよ。うるせえ。シュレしろって。面白そう面白そう。ぜひ隣に住んでください。はい、じゃあね、あの今日お題ないの。締めって書いてある。じゃあね、あの皆さん、あの夜間は静かに過ごしましょう。チーズインハンバーグ言うてちゃダメですよ皆さん。もう絶対チーズインハンバーグって言っちゃダメ、ね、逆に食べたくなってくるしね。あ、食べたい。そうそう、食べたいじゃない。じゃあね、おやすみ。バイバイバイ。チーズインハンバーグ。チーズインハンバーグ。と、いつの間にか背後に回られてやられてしまいました。しかしここで復活ルール。モノマネを披露してくれれば復活できますよ。モノマネしたら復活？え、でもちょっと復活したいので、じゃあめっちゃやり倒してますけど、クレヨンしんちゃんのモノマネします。ねねお姉さん、ピーマン好き？納豆にはネギ入れる方？俺たち気が合うかも。すごい似てる。復活を認めます。めっちゃ楽しい。え、じゃあそういうので言うと私もやろうかな。あ、そうですね。絶対にいないものはね。はい。いきますね。いないものはね。ちょっと、はい、聞かせて。いきますね。はい、ねずこ。わ、わ、今僕椅子からちょっと浮いちゃったな、今。えらい漫画的な驚き方しちゃった。え、嘘でしょ？え？ T 字郎？ T 字郎。え？ T 字郎です。ケマド T 字郎。いい加減にしてくださいほんま。新作いいですね、はい、そんな感じで。これが田所の呼吸です、ね、素晴らしいですね。ありがとうございます、はい。